4。こうして5人の盗人は改心したのでしたが、その元になったあの子供は一体誰だったのでしょう。花の木村の人々は村を盗人の難から救ってくれたその子供を探してみたのですが、結局わからなくて、ついにはこういうことに決まりました。それは土橋のたもとに昔からある小さい地蔵さんだろう。わらじを履いていたというのが証拠である。なぜならどういうわけか、この地蔵さんには村人たちがよくわらじをあげるので、ちょうどその日も新しい小さいわらじが地蔵さんの足元にあげられてあったのであるというのでした。地蔵さんがわらじを履いて歩いたというのは不思議なことですが、世の中にはこれくらいの不思議はあってもよいと思われます。それにこれはもう昔のことなのですから、どうだっていいわけです。でもこれがもし本当だったとすれば、花の木村の人々が皆心の良い人々だったので、地蔵さんが盗人から救ってくれたのです。そうならばまた村というものは心の良い人々が住まねばならぬということにもなるのであります。